ラウターバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク軍の都市で、同軍の軍庁所在地である。この地名は、市内を流れるラウター川に由来する。ラウターバッハは、ホーゲルスベルク山地の北東端、ハイニヒ山のふもとにあり、古田から北西、約25キロメートルにあたる。ラウターバッハ市は、北は、グレーベナウ、北東は、主立、東は、 バルテンベルク、南は、ヘルプシュタイン、西はラウタータール及び、シュバルムタールと境を接している。本市は、アルメンドード、ブリッツェンロート、フリッシュボルン、ヘプロス、マール、ロイタース、ディムロス、ルートロス、ジッケンドルフ、バレンドード、ベルンゲスの各宿からなる。末尾に、バッハがつく、他の集落同様、ラウターバッハは、フランク人の開婚。 定住の時代に創設された。この集落は812年に首立の教会の土地台帳に初めて記録されている。ラウターバフ派は中世には古田修道院の広大な所領の一部であった。修道院長は聖職者であり世俗の裁判を行わなかったため、この務めをなすために代官を置いた。12世紀以降、ツイ派ゲンハインハクが 古田修道院長から霊園としてこの大官職を得ていた。さらに、アンガースバッハ付近を本拠地としていたバルテンベルク家を下級大官職につけた。古田修道院長ベルト2世、フォン・ライボルツとツイゲン・ハイン・ハク・ゴットフリート5世との間で起こった1265年のフェーデでバルテンベルクが大官側についたのに対して、ラウターバッハは修道院長を支持した。 このフェーでは、ベルト修道院長が勝利した。修道院長は、バルテンベルク城を破壊し、ラウターバッハに対しては1266年3月16日に都市権を与えることで報いた。町を防衛するため、死壁と新しい城が築かれた。この町の所有権の関係はこれ以後極端に複雑となる。ラウターバッハが何度も借金の担保にされたためである。 15世紀から16世紀にかけて、すでに周辺の土地の多くをその所領としていた、リーデゼル家は、ラウターバック派を自らの領土にしようと画策した。これによりこの都市の領有権をめぐって、古田修道院との間で過烈な抗争が起こった。1526年に、ヘルマン2世リーデゼルのもとで、宗教改革が行われたことにより、この町は、 フルダ修道院と最終的に決別した。公式には1684年の協定によって初めてラウターバッハはリーデゼル家に霊園として移譲された。リーデゼル家の領主権は独立した小領法として1806年まで存続した。この年以降ラウターバッハはヘッセン大公国に編入された。1852年。 ラウターバッフ派は新たに創設された同盟の軍の軍長所在地となった。この軍は1972年にホーゲルスベルク軍に統合された。1972年の地域再編によって市の構成に挙げた集落がラウターバッフ派市の市区として合併した。2009年5月25日にこの町は連邦政府から多様性の町の称号を与えられた。 ラウターバッハ市長者ラウターバッハの市議会は37議席からなる。資産次会は9人の市議会議員と市長で構成される。現在の市長ライナーハンスフォルメラーは1996年10月1日以降のこの職にある。2002年4月28日と2008年1月27日にそれぞれ再選されている。ズン金の百合を散りばめた青地に 銀の甲冑をつけ、左を向いた騎士。右手は銀の剣を支えにして、ゴシック様式の盾を持つ。盾は赤字で緑の身部から伸びる三本の茎がついたユリが描かれている。左手は盾と同じ配色の旗をつけた銀の槍。死の色は青から白から金である。解説、この文章は何、世紀にもわたる古田修道院を呼び。 古田司教の影響を示している。騎士は騎士聖人の聖シンプリシウスである。彼は聖母ニファティウスの聖遺物をローマから古田にもたらした。騎士が持つ小立てと旗の三本の百りは、シンプリシウスと二人の姉妹、ファウスティヌスとベアトリクスを象徴する。赤い背景色は、殉教を意味する。これらは古田氏の紋章から取られた。 ラウターバッハの木組建築の町並み市内を連邦道 B254 号線及び B275 号線が通っており、ラウターバッハを経由して連邦アウトバーン A7 号線及び A5 号線に接続する。ラウターバッハはホーゲルスベルク鉄道ギー線古田線のラウターバッハ北駅を介して鉄道網に接続している。ラウターバッハは 旧鉄道路線シュトックハイムラウターバッハ線の軌道跡を通るブルカン自転車道の支店である。この自転車道はヘッセン広域自転車道 R2 号線及び R7 号線に接続する。ありがとうございます。